実は文献調査っていう問題は、津島が初めてではなくて、今3例目なんですね。先行する事例では、北海道で、スッツ町っていうところと、それからカモエナイ町、カモエナイ村かなあの、この2つがですね、あの、先行をしているんです。で、実はあの、私30代まる北海道大学の教員をしていたので、あの、北海道にずっと住んでいたんですけれども、ですから、まあ、北海道のいろんな自治体の人とかといろいろお話をしてですね、北海道の苦境っていうのをずっと見てきたんですけども、 やっぱり過疎って大変なんですね。うん、で、この過疎になってくると何が起きるのかっていうことなんですが、うん、この20年新自由主義っていうので政府がやってきました。そうするとですね、地方は競争させられるんですね。うん、あの、地方創生っていうのが安倍内閣でありましたけれども、うん、一見するとこう、あ、いいじゃないかと。地方にいろいろお金出してあげて、うん、頑張れっていう、そういう政策かと思うんですが、うん、これ一種の競争なんですね。うん、で、うまくやったとか勝ち組でいっぱいお金が降りてくるんですけども、 ダメだ,だとそれはあんたたちの自己責任だよって言われてしまう、まあそういう制度でして、負け組が出てくるわけです。はいはい、そうすると負け組の自治体っていうのは、どう思わされるかというと反省を迫られるわけですね。自分たちは自治体の運営がうまくできなかったというふうにして、どん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 もう打つ手がないよ、手立てがないよっていうふうになっていく。そうすると、おのずと何が起きてくるかというと、他の自治体が受け入れたくないような施設を受け入れますっていうふうに、自ら手を挙げ始めるんですね。 刑務所とか、ゴミのあの処分場とかですね、はい、処理場とか、こういったものを誘致し始めるんですね。うん、で、まあ、なんとかしてそれによって雇用を安定させようと、地元に雇用を作ろうっていうことなんですけれども、うん、これの延長上にあるのが、スッツとか、あるいは津島で起きている問題で、この各のゴミの受け入れっていうもの、これ受け入れると実はあの、大変多額の補助金が出るんですね。うん、このあの、文献調査だけでも、これ受け入れただけでも、最大 20,、うん、20億円という、うん、あの、地方にとてはものすごい莫大なあのお金が、うん、 入ってくるるとということになるわけですねつまりこう自らがですねうちがやりますっていうふうに手を挙げてくれるような状況に追いやっていくっていう、うん、これ,追い込まれ僕これ自発的服従というふうに呼んでるんですけれども、うんはい、こういうような構造っていうのがあの新自由主義の社会の中では負け組みを作ることによってなかなかみんなが受け入れてもらえないようなものを自分でさも選んだかのように手を挙げさせるっていう仕組み といいううのがが今出来上がっていると思うんで、すねこれがでで進んんだだ問題だと思うんですでこれが起きると何が起きるかっていうと、実は、対馬でもですね、うん、あの、意見は割れてるんですね。はい、で、建設業界の方がこれをやってくれっていうんだけれども、漁協とかは反対されているということで、うん、こう、賛成反対も拮抗しながらですね、あの、今回もまあ、賛成ということになったんですが、先行するスッツですね、北海道のスッツでは、何が起きたかというと、住民同士の争いなんですね。 賛成派派と反対派っていうのがいろ、うん、んなところでこうぶつかってしまって。 で、なかなかこう大変な状況に実はずっとなってきた。実はね、これがさらに国の狙いでもあるんですね。うん、地元で揉めると、うん、自分たちの方に批判が来ないんですよ。なるほど。これね、イギリスがインドを植民地支配をした時にやった方法、うん、ディバイドルール、分割統治っていう考えがあるんですけども、うん、インドのヒンドゥー教徒とイスラム教徒を争わせるんですね。はい、うん。で、戦わせることによって上にいるイギリスが支配を正当化していく。うん、批判が来ない ようにするっていう統治方法なんですけども、うんうん、スッツではまさにそういう風な住民同士の賛成派反対派の争いになけど問題は本来は原発を作った時に処分場をちゃんと考えてこなかった国が悪いわけですよねそれを自発的に服従させられそして住民同士が争うとで国に責任が問われないっていうそれが津島で進むのであればですねそれは私は大きな構造の問題として捉えるべきなんじゃないのかなという風に思ってます、うん、あのー手挙げれば20億円と、はいはい いうことですよね。まず、あ、その前にそれをせざるを得ない村の状況っていうのがあるから、そういうことをせざるを得ない。はい、で手上げますね。はい、で手を上げた後にその後に二つ三つって検査がこう重なっていくわけじゃん。はい、こ手手上げて最初に十億円もらっただけでその後でやめるみたいなことはできるんです。はいはい、あ,あ可能なんです。あのシステムとしてはこれだけで決定ではなくて、その間にちゃんと住民の説明会と議論をする場を作るということになっていて、その場。 それであのちゃんと進んでいかないといけないんですけどもじゃあそれが本当に、うん、絵に描いたようにスムーズにいくのかっていうと地元がもう喧嘩しちゃってるわけですよね、はいはい、そういう状況の中で本当にこう,そうかスムーズな話し合い,ああでい住民っていうのの自発的なっていうことになるのかっていうと、うんうん、難しいですよね、あのー、この日本という国にですね、はい、領土をずっと探してみて核の、はい、ごみの最終処分場がちゃんとできる場所って、はい、本当にあるんですいや僕にはもう判断 全然つかないんですけれども。で地質検査とかいろんなことをするわけでしょ。この地震の多い国の中で。はい。でも最終的にそこまで、なんかできるのかなって俺は思うんだけど。いや、本当に、これだけの地震大国で、かつ火山もあっていう国。活断層いくらよけさとしても。はい。まだ分かってない活断層なんていっぱいありますから。あ、そうなんですか。はい。はそれも、百パーセントって僕はありえないと思います。ねこの問題って。そうすると。ど、どんな。 解決方法がまだから本当はだから過疎化していく村とかそういうとこでもまあ地方自治のお金が減っていくところに何の条件もなく中央がちゃんとこうある程度のこう援援助支援をするっていうのが普通ですよねそうなんですねいわゆる地方交付税交付金交付税ってですね交付金ですねこれをどん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 減らしてきたんですねそしてあの競争によってお金を取ってこいとそういうような方 ここに変わっているので当然のことながらこれは全部が勝ち組になるシステムではないですからお、うん、のずというシステムなんですよねその中で地方は過疎化して、はい、えー老人が、うん、多くなってくると,、はい、あと村を何とか活性化しないと若い人も集まらない、うんはい、だったらちょっと苦肉の策だけどこれを飲んでもいいんじゃないかっていう人とう、ね、いやそんなこと言ってもここまでは飲めないっていう人の分だ。そそうですねそそうですよね、まああの 食がいるというのも切実ですけども、うん、それが来たことによって例えば漁業にですねいろんな風評被害を含めてですねいろんな問題が出てくるっていうこともあってですねどんどんこれ亀裂が生じてしまうんですよねこういう問題ってね。うん 建設業界が望んでるんですか。その数携わる人たちが望んでるんですか。はい、それともなんかその建設業界も町の村の総意みたいなものを持ってるいや。今回のニュースではですね、うん、あの建設業界の方が請願を出してそれが議会にかけられたっていうことになっていますので、うん、まあ建設の方たちっていうのが主には支持をされているんじゃないか。それに対して漁協とかが反対をされて,るっている、ね。任された市長もまあそのこの、はい、これになんかこう反対を しながら当選したっていう過去があって、はい、この次に選挙を控えてるっていう、はい、この厳しい立場に市長が立つことになる、ね、んですね。で、まあこれまでもね繰り返り消極的な姿勢っていうのを取ってきたっていうことなんですね。ですから本当に明日どういう表明をされるのかっていうのが注目されているんですね。なんか、うん、なんか子供みたいな質問だいなんですけど、はい、まあ日本で原発が使われるようになってだいぶ経ちますけどね。うんはい、最初によし原発ってやつを作ろうってなった時にさ、うんうん、マンション建てる時 だって、ゴミ捨て場考えるじゃん。はい。え、な、原発ってやつ作ろうってなった時に、これ、将来的にこれ、ゴミどうするって。考えなかったの?うん。ねえ、それが恐ろしいとこですよね。棚上げにしてきたんですよね。うん、ずっと。だから、うん、な、トイレのない家っていうふうに言われたりとかですね。うん、いろんな言い方がされますけれども、うん、とりあえず、どっかで保管しておいて。うん、とかで、後回し、後回しにしてきたつけっていうのが、ここに来てるっていうことだと思います。うん、ねえ。え、うん、そのうち、あれかしらど,どっかで保管も。中間貯蔵施設っていう名前。 なんでけど、うんはい、まあでももしかするとそれは中間から貯蔵施設がもう何十年、はい、もしかするとそれ以上中間貯蔵施設にあるってことも言えますよね。そうなんです。すごい尊敬してる、うん、森崎和税さん、昨年亡くなられたま思想家の方ですけども、うん、森崎さんが男の一大主義っていう言葉を使ってたんですね。うん、なんで男は自分の一代の問題しか考えてないのかと、うんうん、もう少し先のことを考えて物事を考えてほしいっていう、うんうん、まあそんなことをおっしゃってて。 もうギクッとした思いがありますけども、典型的ですよね。この核のゴミの問題はね。もうそれそれ以外の問題でもなんか10年とか20年とか、はい、もう先送りにしてこう、はい、今を乗り切るそ。その方もね、まあ、その方も僕もですけども、亡、はい、くなってそこまで責任の取れないところに将来の目標を定めちゃうと、はい、なんか今今このここに3年なんとかすしていいやっていう感じのなんか行政もなんか、はい。 とても多いですよね。気候変動だってそうですもんね、うん。そうなんですね。ですねはい。紳士続いては、津島市議会でどんな議論が行われているのか。ご覧ください。動画は公開していないようなので、記事録から音声データを作りました。放射性廃棄物の地層処分については、 原子力発電所から排出される使用済み核燃料からプルトニウムなどを取り出す再処理で発生するのが高レベル放射性廃棄物であります。これは極めて強い放射線を長期間発するため国は地下300メートルの深い岩盤層に埋設する処分で数万年以上人間の生活環境から隔離する方針と書かれております。最終処分場の選定は文献調査、概要調査、 精密調査の3段階であり、約2 0年ほどかけて、地盤や火山活動、地震等の調査を行い、建設の可否を判断するとのことであります。今回の質問について、千島の数箇所で、原子力発電環境整備機構入門、これが説明会、あるいは複数の集会を行っておりますが、参加者は少なく、市民全員にわかりやすく説明することが、 今回の議会の一般質問の私はポイントと思っております。はじめに、文献調査の認識をどのように捉えているかとの質問でございますけども、高レベル放射性廃棄物最終処分場の施設建設選定に向けた最初の調査であり、地質図や学術論文などの文献、データをもとにした基上の調査であると認識しております。その結果によって、 概要調査などのさらなる調査を実施するかどうかを検討するための事前調査的な位置づけとされており、また、調査の進捗状況などは、地域住民にも、対話の場などで情報提供されると聞いております。次に、最終処分場の埋設計画について、どのような情報を得ているかとの質問でございますが、資源エネルギー庁と入門が実施している全国説明会資料によりますと、地層処分として、 地下300メートル以上の施設に放射性物質をガラスと一緒に固めたガラス固化体として放射能レベルが高い1000年程度地下水との接触を防ぎ地下深部に閉じ込めるものと聞いております。最後に市としては高レベル放射性廃棄物最終処分場誘致については何ら取り組みをしておりませんが壮大な長期計画であることであり津島市の将来を踏まえた中で国や有識者等の考え 意見等を拝聴しながら、また議会での議論の状況を市民のさまざまなご意見を参考にした中で、市長として判断をさせていただきたいと考えております。私は商工会の総大会の折にいろいろあっておりました。最終的に双方の話を聞きながら、本日の一般質問の折に賛成反対の議論を堂々とやってもらい、それで会員の皆様に納得していただく。 このようなことでございましたが、賛成の方の今回の一般質問が少ない。今これ、かように思っております。それで、何箇所かで説明会があったと思いますが、やはり、千島島民が、この問題に非常に、何、と言いますか、内容をチェックする機会はなかったと思うんです。だから、本日のこの議会は、それを、やはりわかりやすく説明してやる。これ、 私は非常に大切なことだと思っております。それで、先ほどの主張の答弁に対して、私の方からどうでありましょうかという風なことで話すつもりですが、ほとんどもう共有する項目ですが、これを指摘することはございません。まず、先ほど回答されたように、文献調査のことについては、大きなポイントがあります。三百メートルの地下に構造物を作るということは、地盤が非常に安定しておる。 このことがまず大切でありますが、まず一つ、火山体が地下にあるかどうか、これは一つ。それから、活断層及び断層があるかどうか。過去に地震が発生してはいないか、あるいは、その被災状況について調査をすると、このようなことでありますが、概要は、市の方が一緒になって、その評価をするとか、文献調査をするとかいうことは、 ここはもうありえないのではないかなと私は思っております。あくまで、もし文献調査をされるということであれば、そのいろいろな専門の機関等が、津島にもちろん入られる方もいらっしゃるでしょうし、それぞれの研究機関や大学等で、調査、研究をされる方もいらっしゃるものというふうに思います。そういう関係で一緒にやるという、大浦議員さんのご提言も理解はできますけど、 なかなか難しいのではないかなという風うに考えています。私が申しておるのは、文献調査の最終判断は、そういう風な立地基盤の活断層や過去に自信があったか、その状況はどうかという中で認識をして、やはり、千島市なりにチェックをしておくということは、私は大切な問題だと思います。片一方、国は、今のところ、なかなか、この施設を導入するだけの内情でありません。 そうすれば、北海道の市村はじめ町がうまくいくかどうか知りませんが、次に3番目が千島という風なことでございます。やはり、いろいろな方がございますので、その活断層、それから地震の問題は、これは大きなポイントになります。それが、入物チェックされた通りに行くということについては、やはり危険なことでありますから、千島市なりに、そのあったことはきちんと収める。 こういう思いで言っていますから、一応、このことについては前に進めたいと思います。先ほど、市長の方から答弁をいただいた資料が、入門に問い合わせたらないという話をされているのですが、実は、私は、その資料をここに持っております。後で必要であればコピー取るなり、それでいいと思いますが、1987年頃、30年を超えておりますね。その頃に、 動力炉核燃料事業団が津島に入ってきて、具体的にボーリングを2箇所と、箇所数はわかりません。調査は2箇所と書かれております。内容は、1000メーターの深さのボーリング。そして、もう一つは岩石試験。これは、鮮度の温度に対して耐熱試験等を行ったとされております。どこが、そういう場所でやったかというのは、このように書かれております。上島、上屋形調査会。 高野木山付近直径3.5キロ。二つ目、ゴンバラ南方矢立山から、毎石大山にかけて6.5キロ。この動力路核燃料事業団、これは、市長、民間団体じゃなくて、国の組織の中にある旧通商産業省の頃の組織であります。私は、国の機関であれば、自治体の断り入れ、あるいは住民に、このようなことになる。 かもしれんという風なことは言ってもいいんじゃないかと、当然。なぜ、こっそり密かにやるか。ここに、私はいかがなものかなと思っております。その国の機関であるということでの指摘をするんですが、それは、市長、どう捉えますか。旧同年ということで、今現在は、この団体はないということで聞いております。そこでまた、新たに、 経済産業省の外郭団体になるんでしょうけれども、入門さんが組織されているというようなことは聞いております。旧同年は、動力炉核燃料事業団は、これは解散されて、日本原子力研究開発機構、ここに吸収されておると聞いております。それで、どういう風うなことをやっておるかというのは、地層処分に関する研究ということでございます。ですから、私は、 組織が変わっても国の機関であったと。経済産業省の下によって具体的な原子力行政を進めるという立場でありますから、これに私は一つの国としての態度は問題があったと、多様に思っております。なぜこれが発覚したかというと、私が聞いた限りでは、岡山県で候補地の選定が過去にあったと。その折に、情報公開請求を国に岡山県の方から出したと。 その中で、津島で、そういうことが行われていたと、これまで出てきたそうです。ですから、それを咎めることじゃなくて、一つ、市長、私が言うのは大きなポイントなんですよ。これは、それで、最終的に、地盤の強度について、問題はないという、不要な答えが出ておりますから、適地であると、適当な場所であると。そうしますと、このやったことは、概要調査に匹敵しますよ。 だから、私が言うのは、そこまで行っているんだよと。そして、経産省は、津島も、この候補地として、非常に前向きに進めたいという風なことを伺うような新聞記事が載っております。火山の層もない、地震も活断層も、島の近くにはないとか書いてますが、それをひっくり返した原子力関係の委員会は、嫌層じゃなくて、活断層がある。これは、 地震の問題を捉えているんですよ、最初から。だから、そこが、大きなポイントになるんです。今のことを考えると、文献調査だけやればいいじゃないかという風な言葉を聞きますが、これは大きな落とし穴で、すでに、概要調査の地下の、千島の北と南、これを調べてしまっているんですよ。そして、いい地盤であるという風な答えで言っているんですよ。ですから、簡単に言えば、 じゃあ文献調査を進めましょう。軽く言う話じゃなくて、落とし穴みたいな格好で、そのまま、私は滑り世界が待っているということを市長に進言するだけなんですよ。そこを分かってください。この資料が発覚しているのは事実でございます。それと、先ほど国の廃棄物の処理の計画をどうやるかということで質問しました中で、答弁は、聞いた中で、内容的には、そういう風な、 ガラスを固化した中で液体を混ぜて、それを形として埋めるんだという風な中で、このようなことが書かれています。現在、ガラス固化体は3000本あります。このように書いております。ところが、よく調べてみれば、青森県の6カ所村にある再処理工場は、2022年9月に26回目の稼働が延期されましたと書かれております。もともとは、 1997年に完成する予定でありましたが、25年の延期を繰り返し、稼働の見通しは立っていません。ここで、またよく調べてみれば、青森県で、独自にガラスコカ体を作った本数はわずか117本です。3000本はそれなら何かと。これは、フランスとイギリスから、処分において、格納するスペースがないということで、日本の方に預かったと聞いております。 そうしますと、現在、今どうなっていますか。これは工場が厳しいです。技術的なことで進んどらんという意味でありました。だから、そうなると、プルトニウムのその処理が、結局、福井県の文書のプルサーマルの、要はプルトニウムの抽出で、結局、その残りでまた再利用するというようなことがあったんでしょうが、これができなくなった。これは技術的なことらしいですね。 そうしますと、これはまた、すでに使用した燃料棒は、各原子力発電所の中で冷却保存しているんですかそうですよと。そんなら、また、排液どころかプルトニウムの処理がどうなるんですかねと、私ちょっと聞いてみたんですよ。そしたらこう言っていました。プルトニウムの保管量は決まっているそうです。日本で46トン、それ以上は、 原子力爆弾が何か作るようなことに誠意をかけて、国際機関の IAEA が取り締まっているそうです。だから、46トン以上の保管は無理だと。そうしますと、そのプレトニウムの量は埋め立て処分まで来るんじゃないですかと、言えそうだと言っていました。今のところね、技術がついていっとらんそうですよ。だから、私は、簡単に処分場と言い,いよるが処分する、そういう風な、 処理自体が全く機能しておらんということを書いてますよ。で、その通りらしいです。だから、私は、これは、あまり当てにならん計画が進んでいるなと。原子力だけは、発電所だけは動いているが、その後のことが、全くうまくいっておりません。これは一つの学習ですから、認識はしとかにゃいかんと思うんです。それは、チェックをしていただきたい、かように思います。 それを次に行きます。それとね、失礼。現在、原発は54機、国内に存在し、約40機が稼働しておるということですが、使用済み燃料の残砂の処理ですね。残砂というか廃液の処理は2万七千本になります。これは政府の説明です。計画では、ガラス固化体を約4万本以上埋設できる最終処分場を建設することが計画されていると。 このようなことが書かれております。しかし、私は、プルトニウムそのものが保管できないという、保存できないという、原子爆弾に利用し、多来感ということでしょうが、それを処分することがまた浮上してくるでしょう。おそらく。そうしますと、私は、今のことが前に進みにくい、進まないじゃないかと、青森の工場が稼働せんということを書いているわけですよ。これも、 一つチェックしていただきたい。同じことを言いますが、そういうことをお願いいたします。次に、国防上の問題を私は書いておりますが、実は、平成19年に、津島市議会において、自衛隊誘致増強特別委員会という組織を立ち上げ、約2カ年足らずで計画書をまとめ上げたのですが、これは、北朝鮮が、日本海に、ミサイルをバンバン発射しよる当初のことでありました。 このことについて、自衛隊 OB の職員、幹部にアンケートを取った結果、陸上自衛隊が非常に強化する必要があると、このようなアンケートデータでございました。その理由は、千島は、日本においても、最前線の位置にあり、上陸を前提とした水際対策の強化が必要であると。これは、当時、千人規模の、要は、 陸上自衛隊の一個連隊ぐらいの組織が変なせない感だろうという風なことでありました。当時、二個中隊の四百数十名であったと思います。これは、もう終わった話ですから先に進みますが、その中で、こういう話がございました。誰が言ったというようなことではなくて、日本の防衛に触れた記憶の中で、原子力発電所が、最も、攻撃の対象となり得るということでありました。 これは、簡単に言えば、大きな爆弾を落とすよりは、発電所を攻撃したら放射能が散乱しますから、そこでもどうもこうならないようになるというようなことでしょう。本土では、これに位置する海域で、イージス艦、陸上では、PAC3 で対抗措置を取ることになると、こういう風なことになります。私は、このことを、一番先に思ったんですよ。いや、 千島の施設がそういう風に作られたら、やばいことになるがなと、こういう風なことであります。その中で、ちょっと紹介したい記事があるんですが、関東地方の新聞紙面の記事であります。次のようなことが書かれております。私は元レンジャー部隊の隊員であります。ウクライナで、原発がロシアに占拠されたように、原発や核物質の関連施設は、攻撃になるリスクをはらむと述べた上で、政府が、 九州以南で防衛強化を図ってきたのは、これは南西諸島でございます。与那国、宮古、石垣の島に駐屯地を作ったと、新たに、このことが書かれているわけですが、その中で、これは、中国や北朝鮮の脅威を念頭に置いてきたから、その前提に立てば、攻撃を受けやすい国境近くでの核燃料のゴミを処分していいものかと、疑問が湧きます。安全保障の観点から、 津島最終処分場の候補地から切り離した方がいいのではないか。国境近くで最終処分すれば、韓国をはじめ、近隣国の反発を買う恐れがある。このように、今年の5月25日付の新聞に記載されております。もう一つ、私は、これに付け加えますことは、地下に埋まった状態で攻撃しても、何の、大きなことはできにくいでしょう。ところが、 青森の施設がまともに稼働して、例えば千島に運ぶということになった場合、これは岩壁の荷を積み上げる。そして車で運ぶ。そして、施設の中にそれを入り、出る。この動作の中で攻撃を受ければ、そのステンレスの容器が吹っ飛んでしまい、大きなことになると私は思います。それは、相手の国の事情ですが、何をしてくるかわからんのは、私は、 ロシアがウクライナをあんなように攻撃するというのは誰も思えばんやったはずです。それが戦争ですよ。だからその辺の一つまた必要なことを学習してください。そんな格好で次に行きたいと思います。これは具体的な話なんですが、市長が農林部長であった頃の話だと思います。千島椎茸のことを記憶にあると思うんですが、千島椎茸は前世紀の檻。 昭和56年度、742トンのひしいたけ、生は外れております。14億7000万の売り上げをしておったと。これは、資料から確認をとっております。それで、1250人の生産者がおられたと、このようなことです。それが過ぎて、平成20年頃に、中国から、大量の安いしいたけを日本商社が作らせて、これをバンバン入れて、価格の暴落が起こり、 全国の椎茸生産農家は苦しみにあえいだと。1キロ3 0 0 0円割って、3000円から2000円くらいの数字が出ておりました。椎茸経営においては、1キロ3 5 0 0円がなくては経営しないという風なことを言われておりました中でのことですから、当然、赤字ということになります。それで、福島原発は、平成23年3月15日に、 要は施設が水素爆発してから大ごとになったわけですね。それ以降の3カ年、千島の皆さんが、まさか自分の椎茸が安く売られるとは、誰も思うとらん。おそらく、東北の近辺の出荷した方々が叩かれるだろうと。ところが、全国一律に、東京市場、全農東京市場、2000円前後なんですよ。5000円の椎茸も、4000円の椎茸も、全部2000円。 そんなバカなことがある。それがあって3か年続けて、経営をた,たんだ方が相当おられます。それで今になった数字は、どのくらいですかということで、ちょっとチェックを入れました。これ聞いたら、嘘やろという風に思われますが、令和4年の農業協同組合の犬い椎茸の売上上に量、百553万5千円。それで、どのくらいの就業があるか。50人くらいの程度じゃないのと。 これも、経済の、家産業破壊ですよ。完全に。これ、市長、50人ということは、もう成り立たんとですよ。そして、かつて、全国長崎県第8位の生産ランキング、販売ランキングの名声いえば、津島で90%以上作ってたんですよ。これは誇る世界であったんです。これが50個ですよ、あなた。このことが、すごい恐ろしい世界が待ってるんですよ。 そのことを勉強しながら進んでいかないかんとかように思っております。そういう風なことでございますが、こういうことが書かれておりました。この議場で、そのことを議論することは、あまりよくございませんから申し上げますけど、安全性に問題があるという中で、地下300メーター、その下で、青森は保管ですけれども、ここは埋めるということですよね。これは全然違うんですよ。だから、青森の廃棄物を、 例えば、津島がそれを手挙げてそういう風になった場合には、それも全部三千本いただくことになるんです。青森は絶対地下に、埋めないという国との約束を取っているみたいです。だから、やっぱり、その最初の花になかなかうまい手を打ったなと私は思っております。この中の資料から、研究者、学者の中の方が、放射能は、 必ず地上に漏れ出すと指摘をしている研究者がいる。このことは、この場ですることはできません。ただ、そういう風な方が、議論的にあることを、市長は一回でいいですから、進める国の方針の説明と、そうでないとする最高レベルの人たちの話だけは聞いてほしい。これが、私の言いたいところなんですよ。それを裁くということはございません。そういう風なことで、 一つのチェックしてほしいということを言い寄るわけ。そういう風なことでございます。それと、最後に、国防上の重要な課題として取り上げてましたけど、攻撃を受けるということは、誰も想定はしていません。しかし、この世は、悪いですが、その朝鮮半島前に、後ろには、北朝鮮、右に、ロシア、左に、中国と、やはり、民主主義陣営と、 共産と言いますか、先制主義国という風な言い方をしています。けども、やはり、その隔てはあります。何が起きているのかわかりません。そういう中で、そういうことが起きた場合どうなるかということだけは、やはり学習してほしいと思います。それは専門家がおりますから。ここが、私の今回のひたかつ市長に聞いていただきたい、あるいは報告するべきであろうと、そして提言したいと。 このようなことを以上に、ああせよ、こうせよということは言いません。それをチェックしてくださいということを、一つ、今日、あなたにお願いいたしまして、本日の一般質問をこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。